怒らず消し去りましょう。なんせの断り。早速織田が攻め寄せてまいりましたか。おもち殿の働きに期待するとしましょう。さてまずは前線の掃除から始めるとしましょうか。千里山城の守りは私にお任せを。父上は織田の撃退にご注力ください。さてと、久秀を助けてやらねえと。手始めに織田勢の陣容を知らせておくか。任せておけ。私は本願寺へ援軍を求めに参ります。吉報をお待ちくだされ。多勢に無勢とはいえ、戦の勝敗は頭数のみで決まるものではありません。ひとまず敵は押し返せたようですね。次はこちらから参りますよ。久秀殿、棟梁からの密書でござる。織田の布陣が記されております。なるほど、織田の兵糧はあの砦に。暴力兵を出して焼き払いましょう。松永の兵が来るぞ。迎え撃て。諦めろ。千里山城、守りは家庭が穴はあるはず。探りを入れてみるか。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。見つかったか。ならば消すまでだ。起戦、有縁攻。極めろ。織田の忍びが入り込んでいましたから。おもち殿は何をしているのやら。あいと、なんと素晴らしき戦果よ。王六兵が敗退しました。すぐに備えの兵を出しなさい。敵将へっさりました。耐えきれん。聞かせてもらう。極めろ。諦めろ。何人も止められぬと知る。何人も止められぬと知る。これより先へは行かせぬ。王六兵に伝えなさい。直ちに焼却です。兵糧を焼かれただと。久秀、小賢しい真似をする。敵が勢いを盛り返しているようだ。援軍を要請すべきか。金橋が上がっただ。極めろ。敵の工作信忠が危うい。急ぎ橋を下ろすのだ。開門。分断はなったようだな。
さて、久秀はどう動くかな。足が上がったのは桃地殿の仕業ですね。この機を逃さず信忠を排除しましょう。素晴らしい。これならばあわよくば信長の首も取れるやもしれませんね。急げ、羽橋を下ろすんだ。信忠の救援間に合わなんだか。松永勢の勢い油断ならぬ。どうあれ、信長を討たねば勝てぬ戦。他の砦で兵を進めるとしましょう。承知。久秀、この信長の首を狙ってきた。だが思い通りにはさせん。どうしよう。極めろ。厄介な増援はこれにて封じました。これで幾分戦いやすくなるでしょう。あの羽橋使えそうだな。うまくすりゃ織田を分断できそうだ。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。極めろ。承知。待っていたぞ謀反人め。覚悟せよ。待って、信長が不在とは一体どこへ姿をくらましたのやら。棟梁より密書でござる。信長は片岡城に移ったとのことに。おう、桃地殿が城門を開けてくれるぞ。ならば協力のため我らも城へ向かいましょう。城門が開くまでこの場で敵兵を撃ち、城内の目をこちらに引きつけておきましょう。桃地殿の働き存外役に立ちますね。この戦の間は信用させてもらいましょうか。織田の連中なかなか門から離れねえな。こうなりゃ無理やり開けちまうか。通り、織田に奇襲の動きが。明智勢が精兵とともに新三条に向かっている様子。となりゃ久秀は積んじまったな。もう俺らが危険を冒す価値もねえか。任せておけ。十分に敵は引きつけたはずだが、門はまだ開きませんか。この人のは何を。松永勢の奴らしつこく攻めてきやがれ。やめろ。オイラたちで追い払ってやるか。任せやれ。今こそ市議山城を攻め落とす。みんな一斉に攻めかかる。いつの間に。このままでは城が危うい。しかし信長を討つならば今しか。久秀殿、棟梁より伝言でござる。門は開かぬ、軍を祈るとのことで。やはり桃地殿は心変わりを。とはいえここまで来て引き下がるなどできません。さてと、あとは知ったこっちゃねえ。戦が終わるまで身を潜めていようかね。しんどいやつよ。ごつめの兵を惜しまず出せ。数で圧倒し、久秀を仕留めるのだ。承知。もはや勝機はないようですね。お任せあれ。私は市議山城へ下がらせてもらいましょう。勝利条件変更。松永勢が消えた。今さら俺に何用だ。
私を見捨てて高みの見物ですか。そりゃ汚らわしさの極みです。手はず通り皆をここまで引き込めたな。あとは妃殿の首を見上げに織田に下るのみ。やっていい、器は消えるが世の定め。聞かせていい。承知だこう。叶う相手ではなかったか。これは見事なお手並み。気が済んだかよ。だがどうあがこうが貴様の負けだぜ。もはやこの世に未練などありません。最後の時は我が最愛の平雲と吉久も私を裏切っていましたか。報告なさい。汚らわしき愚行を制裁しなくては。で、ある。裏切り者の始末は終わりましたね。城の周りの織田勢も減らせたようです。拠点をいくつか取り戻せたようですし、王六兵を呼び込み敵に当たらせましょう。殿の道を阻む者はそれがしがうがつ。やめる。ファイト。開門。災いはうがつのみ。敵将討ち取ったり。ここは引こうかあるまい。なんと素晴らしき戦果よ。この私をうがつな無駄です。開門。シギ山城へと至る道は開けたようですね。みな城の援護に回りなさい。諦める。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。なんと目覚ましきご活躍。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことです。勝利条件変更。待て、どこへ行こうと逃れる術など。もはや逃れようなどとは思っておりません。最後は私の好きなようにさせてもらいます。乱世の断り壊し尽くそうぞ。この伊賀を攻めたことを後悔する。者ども、任せておく。任せな。まずは奪われた城を奪い返すぞ。丸山城の門をこじ開けるには宝禄隊が使えそうだな。奴らを城の近くまで連れて行くぞ。織田勢は私が生きているとは思っていない。そこにつけいらない手はないでしょう。この戦の勝敗は久秀の働き次第だ。奴がやられちまわないよう注意しねえ。
ここは守りが勝てんだよな。敵の目を引きつけておいて中から開けるか。これは見事なお手並み。邪魔する奴らは消しておけ。敵将討ち取ったり。力及ばすか。こいつ手がつけられぬ。で、あれ。よし、敵の目は釘付けだ。この調子で暴れてやれ。意地は見せた。もうよかろう。よし、やっちまえ。やむを得ぬ。開門せよ。開門。門外。次は城を奪うぞ。ぼちぼち門が開く頃合いだな。開門。誰だ、勝手に門を開けたのは。敵に侵入を許すとは。だがこの城を奪われるわけにはいかぬ。後ろに気をつけろ。回答任せておけ。ネズミが紛れ込んでいる。上出来だ。もう一つの城も奪い返すぞ。忍びたち、任せろ。私の指示通りに動くのですよ。あの姿、もしや松永。しかし奴は死んだはずじゃ。やつ、久秀の亡霊が現れたと思って慌てふためいているようだ。あんなのどうせ伊賀人の仕業だろ。俺が術を解いてやる。開門。そら、城を奪い返すぞ。宴会神の道を阻む輩を許す。負けはならない。伊賀人団を殲滅するのだ。待ちくたびれた。で、あるか。未熟者が。ファイト。障害は覗かねえとな。叶う相手ではなかったか。いやはや恐れ入りますな、桃地殿。叶う相手ではなかったか。敵将討ち取ったり。力及ばすか。なんだよお前ら、邪魔すんじゃねえ。悔しいな、ここまでか。急げ。待ちくたびれた。ハイト。やられちで、待った。出直すしかねえな。松永の亡霊に呪われるぞ。逃げろ。怯えて逃げ出したようですね。愉快愉快。瑞希がやられたか。今回はわしが返さねばなるまい。私の亡霊はもう十分でしょう。本拠を落とし勝負を決めてやる。橿原城を狙ってきやがった。久秀が撃たれちまう。さすがの私もこれでは分が悪い。桃地殿、加勢を頼みます。この気配、半蔵が近くに潜んでやがる。半蔵はここじゃねえな。
長きにわたる因縁に決着をつける時だ。勝負せよ三大雨。邪魔すんじゃねえよ。障害は覗かねえとな。任せておけ。聞かせていただこう。子孫したかで、ある。助かりました。次の策に備えて傷を癒しておかなくては。あとは信長の首を取るだけだ。者どもかかれ。私も出るとしましょう。投資は。また松永の亡霊が。いや違う、ありゃ本物だぞ。ひそひで、本当に生きておったか。これ以上伊賀勢の好きにさせてはならぬ。みんな俺に続け。極めろ。この数を相手にこうも粘るとは、さすがではあるが、我らも負けられぬ。任せな。深く引くしかないようだ。十兵衛が敗れたとなればイルサは続けられない。全軍退却せよ。これで織田は退けたが、憎き武士がまだ一人残ってたな。桃地殿、私を討とうというのか。やはりそなたとは相入れなかったようだな。勝利条件変更。敗北条件変更。伊賀に武士の道理は通らねえ。この先も永遠にな。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。